どうしたんですか？こんな雨の中で座り込んじゃって。俺は家には帰れない。どこにも行っていいところがない。やっぱりあなたには私の手伝いをしてもらうわ。いる、この先にあの死人が。シエル先輩。あの金髪の神祖から代行者の話を聞いていませんか？先輩は吸血鬼を殺すためにこの町にやってきたんですか？そういうことになりますね。もともと私はこの町の人間ではありません。ここで思いっきり今までずっと気に食わなかった女を八つ裂きにするのも心底楽しそうじゃない？私が遠野くんに優しくしてあげたいからこうしているんです。私の趣味です。はーい、グッモーニー。そんなことより、四季くんは何をしているのかしら？本日付で赴任した監督司祭代行、マーリオ・ジャッロ・ベスティーノだ。私に悪いと思っているのに話せないんですね。昨夜はどうなされたのですか？え、朝ごはんですね。すぐにお支度しますから。逃げ道はない、俺には。もう何、人のパートナーを横取りするつもり？どうして死体が動いているの？てめえとあの女のコンビの標的は別なわけか。好きになるのも自由なら憎んでみるのも自由よね。遠野くん下がって。決まりね、遊びましょう。シエル、全てが終わればこの街を後にします。その時あなたの記憶を消去することにしましょう。